で、私が期待してるのは藤原夏樹ですね。阿波の弟子のね。これはなんか化けてきてるんですよ、少しずつ。まあこのメンバーで優勝できるとか、まだモーターもね、新モーターに変わりますからね。次はどんなになりますかね。新モーターの場合はまたインが強いですよね。でただレース的には面白いですね。抜けた存在がいませんから。何しろ田口と森谷がいないでしょ、はい、ね、この中で誰が一番強いったら